で、これもしかしたらさ、豊穣って米多分無限にあるんだけど、多分兵糧豊穣はもう50万ぐらいあるんじゃない？わかんないけど。あ、意外と少ない。17万。対して上杉なんだけど、米、お、めっちゃあるね。兵糧攻めできるかなって思ったけど、まだまだそんなことはなさそうだ。で、レベルアップが終わったんで、さらに継続発展で、準検所のレベル上げときます。よし、どんどん行こう。もうね、うちは準検所で勝つ。そして、北条と上杉。北条が再び勝ったね。さすがに強いな、北条は。そして、本多忠勝の子、忠政と。こいつは優秀だったね。関ヶ原の戦い前回やったんだけど、関ヶ原じゃないね。大阪の陣やったんだけど、その時に出てたような気がする、やつは。そして、お、子が元服したと。君は優秀なのかな？お、めっちゃ優秀じゃん、大久保さん。80ある統率。で、知略も79で、武勇も87。これは文武両道ってやつだな。嬉しいね。表情を行いましょう。そして評定ということで、まあ論議は取るとして、論議と、まあ軍事でいいかな。ちょっと軍事力が足りなさすぎる。うちは表情を終わります。戦争能力が弱い。それはね、非常に厄介。反関係取っていいのか。正直対鉄砲とか取ってって、防御力上げる野戦築城とか取った方がいいような気もする。いや、反関係取ろう。普通に必要だ、この辺は。で、通常証券収入増加。金がないんで、これも取っときましょう。そして、お、池田線。いいね。見たことがあるよ。で、結構優秀な武将、登用できてますね。嬉しいな。全員登用です。はい、ということで、包囲網した連中からね、講和から。6ヶ月経ったんで、再び宣戦布告ができるということで、まあこれ宣戦布告していきたいなと思います。で、上杉とね、北条がイチャコラだいぶやってたんで、もうだいぶ上杉が弱ってるんで、まあここ多分上杉攻めのチャンスということで、普通に上杉家に宣戦布告でいいかなと思いますね。芦名は後回しでもいいと思うんで、上杉まずは攻めます。ということで、上杉家に宣戦布告じゃ。お見せしましょう。で、伊達は、そっか、東北勢は、基本的には上杉の味方になるわな、そりゃ。まあ、味方になったところでっていう気がするけど。で、米2万6000。お金2万。めっちゃいい。超頑張ってくれてるじゃないか。で、ここで当たるんだけど、5万。5万出しすぎなような気もするけど、5万出すか。魚津迎えます。で、あとは、まあ、援軍でさ、借りてって攻めるっていう手段はあるよね。どうしようか。援軍借りて、北条援軍で攻めるのも面白いとは思うが、そうしようか。北条援軍で攻めるか。ただ、北条援軍借りちゃうと、いざという時に、芦名攻めの時に借りれなくなる。芦名から攻められた時の防衛戦力が、北条から借りたいっていうのがあるんで、非常に厄介ですね。ただ、まあ、いや、借りた方がいいな。援軍借りよう。いや、借りれないのか。両方とも国力がくすぶりすぎてて。じゃあ、武田信玄隊が4万出るみたいなんで、海津に武田信玄向かわせよう。で、上杉謙信500体の勝負だね。いいね。謙信対信玄の戦い。川中島の戦いだな、まさに。で、米はもうないのか、ほとんど。これはもう上杉領一気に国力削りながら行くしかないね。で、上杉は防衛の兵全く出さないですね。そして魚津に到着しました。これはね、うわ、104日かかんの？厄介すぎるけど、まあここは強行で行きましょう。やはり、大筒とか、波状槌がないのが辛いんだな。波状槌があれば簡単に取れるんだけど。まあ仕方ない。で、4万の軍が出てるんで、大丈夫？これ持つ？米。ちょっと待って、うちの軍の米ってどれくらい持つんだろう。行きましょう。これをやったときに、ここ城で見ればいいのかな。これか。100日。3ヶ月。
まあ約4ヶ月か、兵が減ることを考えたら。4ヶ月持つと。ちょっと短いような気もするけど、まあ仕方ないね。このまま行きましょう。普通に、上杉を今は痛めることが重要だ。そして、長宗我部対能登がまた始まったのか。まあ長宗我部つくけど、長宗我部そんなにその立地欲しいって感じするよね。志果たさずして、将は追いられぬな。そして、師匠知らずということで、なんかやってますね。で、兵は何人、1万9000みたいだけど、ここってさ、3万ぐらい出るはず。4万だよね。全然問題ないな。じゃあこれこのまま、軍を出しましょう。進めましょう。で、あ、兵引いちゃったな。兵が引いたのなら、全然いいね。このまま行こう。で、もしかしたら、ここ交渉できない。まだできないか。厄介すぎるな、魚津城。めっちゃ硬い。そんな硬い城があっていいのかっていうぐらい硬いね。そして、海津城に到着しました。まあ、どんどん攻めていくんだけど、49日でいいんだ。意外とここは早いね。じゃあここはささっと落としてほしい。落とし穴にかかるとは深くとか言ってるけど、まあ大丈夫でしょう。じゃあ時を進めましょう。だいぶうちのさ、兵が削られてるんで、多分4ヶ月以上持つかな。4ヶ月。4ヶ月は持ちそうだね。ただね、16万あった米がもうかなり減ってるのが辛い。まあこのまま行くしかないか。できることがないんだよね、全く。民中あげる。民中あげてもいいけど。ああ、感情配っとこうかな。まあ全然いいんだけどね。優秀じゃないから。なんか引き抜かれるも尺なんで。これぐらいやっとこう。で、どうだい？みんな。そして、ああ、村上3万兵揃えてるんだとしたら勝てないね、長宗我部は絶対に。多分だけど、毛利援軍が辛いんだろうな。で、あ、交渉出てるんで交渉打ちます。いいね。ウォーズこれ交渉で取れたら楽だな。で、ここはどうだい？残り何日？ 34日だけど交渉は出てないのか。海津城もうちょい待てば。半分超えるとね、割と交渉が出るイメージがあるんで、これで交渉出てるかな？あ、出てない。海津は多分交渉出ないパターンの城か。じゃあ。まあ、上杉家の士気がね、地味に高いんだよね、まだ。多分それが原因。そして相手方の準備が整ったようです、ということで。細川藤高、107外星で相性がいい。強いな。マジ、武将能力でゴリゴリ取ってる気がする。で、あ、上司投降させたい！甘粕影持ちは優秀。頼む！よし！甘粕ゲット！甘く見ていたようですね。甘粕を甘く見ていたようですね、というね。この渾身のボケ。そして、根治城って読むのかな、根治城かな。まあ、根治城に、素直に根治城言っていいと思う。読み方間違えてるとね、最近怒られちゃうんで、根治城ですね。ちゃんと合ってます。で、1万5000ぐらいで兵が再び出てるようですが、どうでしょうか、落とせますか。交渉で24日。この兵がさ、到着すんのって何日後？16日後だったら、これ交渉打てるみたいなんで、交渉打ってみよう。これで、落ちるかもしれないね、先に、白が。じゃあ、このまま行きまーす。我が義を示す。そして、謙信公の国衆召集。これ厄介だな。国衆召集されると、我が義を示す。結構不利になっちゃうんだよね、うち。そして、猛攻号令。で、台風追加で、東北だけど、上杉城全く被害なしかよ。被害あってくれたらよかったんだけどな。そして、うちも若干被害を受けたようですが、まあ問題ないね。表情を行いましょう。そして、表情ということで。良策、ひらめきましたぞ。一問成長速度上昇中、強いな、いろは歌。ぜひとも欲しい。で、今回は商業と、まあ論議は取りましょう。商業と論議ですね。貿易効果がね、欲しいんですよ。鉄砲が獲得できるんで、商業校の。で、あ、ポイント増えるやつあるな。商業提案力上昇大。強いじゃん。これ欲しいね。今回はこんなところでしょう。で、ここ交渉まだ出ない。そんなバカな。そんなバハマ。まあ、何を言ってるかよくわかんないけど、このまま行きましょうか。
で、あと2ヶ月持てば普通に米が出るみたいなんで大丈夫だね。そして根知城に到着ということなんで、根知城95日、強行だね。マジでこんだけ時間かかるの大変すぎるな。で、どうなの、兵数自体は1万9000出ると言ってるんだけど、ここの兵数上限は2万ということで、まあ若干有利かな。じゃあこの信玄公は交渉って言ってるんだけど全然交渉が出ないから、もうこのまま行こう。変えず、なんか交渉したせいで城攻めの時間が長くなってる気がするな。で、長宗我部が勝った、ちょっと待って、長宗我部勝った今、よかったね長宗我部、ようやく能登浦上に勝利することができたようです。あったかいね。そして海津城の本丸を落としたぞということで、ようやくだね。やっぱ2部隊で攻められると楽だね、城攻め。で、このまま信玄に飯山っていうのかな、飯山城に入らせましょう。で、これで兵が2万1000、若干増えたのが厄介だけど、このまま行くしかないな。よいしょ。で、どうだい、強行56日でいいみたいな、ここは強行するとして、でね、俺思ったんだけど、北条援軍を借りて沼田とかに攻め入ようとするとどうなるんだろう。いや、どっちにしろ厳しいか、どっちにしろだな、ま、これ勝つ手段は、まあ、ま、勝てないこともないと思うんで、このまま行きますか。よいしょ。そして富山城のクリアさんが死亡と。そしてお当家に従属している相馬家ですが、家臣として取り込んではいかがかということなんで取り込みます。これね、でかい、これはかなり優秀な武将2人手に入ったも入ったということもでかいし、芦田に対しての軍が出るっていうのもでかいね。そしてお北畠も家臣として取り込めるということなんで取り込みましょう。いいぞ、北畠も優秀なやついたっけ、あんまりいないな北畠は。そして芦名がうちの領地を狙ってると言ってるけど、まあこれは我慢しましょう。で、8月ということなんでまた1万3000ぐらい米が手に入りそうなんで大丈夫でしょう。で、国土が増えたから米の収入増えるかなと思ったけど、まだ変わってないね、そんなに。頑張ってもらいたい。で、そうだそうだ、準権所継続発展でいいのかな、継続じゃないね、もはや発展なんだけど、ね、この辺かな、これだね。承知した、準権所は重要なんで、かしこまった、この辺の準権所のレベルは上げときましょう。まあ完璧かな、これで。これこのまま行こう、氏真公が頑張る多分ね、その方法で行こう。で、どうだい、謙信公は、信玄か、信玄公はダメか、落とせないか、すぐには。で、到着ということで、樋口兼次なんだね、直江じゃない、まだ。じゃあ全軍出ますということで、軍勢が迫っています、戦場は狭く勝敗の行方は分からないということなんで、決戦の指揮取ります。ここはね、うちがかなり不利の戦いになるんだけど、頑張るしかない。根知の戦い、本当に厄介すぎる。ってか直江城あるじゃん、絶対直江城めちゃくちゃ強い戦法なんだよね。で、軍議が開けるという、これはいいね。よいしょ、うわ、6000の差、これはやばいぞ。ということで、こちらが私の軍となります。まあ明智光秀がいることはいいんだけど、そこまで強くはないですね。まあ、有名武将が出てるんで、まあまあまあ、戦えるけど、なんかもっと強くてもよかったんじゃないかなっていう気がします。敵軍です。敵軍は樋口兼次がとにかく厄介。そして柿崎景家、斎藤友信ということで、かなり優秀な部隊が出てます。攻撃力も100超えのやつが結構いるんで、厄介ですね。で、6000の差、兵数6000の差っていうのがとにかくでかいんで、これを、まあ、多分鉄砲水でどうにか突破するしかないかなといった感じでございます。はい、ということで今回の作戦なんですけども、やはり兵数差があるときは鉄砲水に限るということで、鉄砲水をね、1箇所、2箇所、
3箇所置いてみました。なんでまあもうこの鉄砲水でできるだけ兵を減らしたい。そして、ここにねドラを置くことによってまあ鉄砲をね追いかけて少しでも触らずにねうちの兵数を減らさずに敵を攻撃したいなと思います。そんなところかな。あとはまあ時間を経つ、時間がね経てば経つほど有利になれるようにまあのろしを置いてみました。兵数が多い試合なんでまあ時間長引くことは確定だとするとこのね兵数少しでも回復できた方が有利なんでまあこれはあった方がいいということで置いてます。で余ったポイントでここに奈落を置いときました。本当は柵とか置きたかったんだけどまあ領地的に山だったんで置くこともできなかったってことでこれはもう仕方ないですね。じゃあ、バトルスタート。ネチの戦い続いてください。よいしょ。じゃあ、軍をとりあえず出しましょうか。だからよいしょ。榊原康政もちょっと前に出してで鉄砲水ね結構当たってほしいなと思ってるんでそこを有利に使いたい。できるだけでどうだろう絶対的にいっぱい出てきちゃうと思うんだけどね嫌な部隊が。で榊原康政隊はちょっとこの陣を守らせる感じでいきたい。覚悟は良いか。どうだ守りきれそうかい君ら。左近隊ちょっと左近のことおおいいね鉄砲イカケは成功してるけどイカケは成功してるけどこれあれだなまずいな。覚悟はいいですか。鬼左近って能力てかこれヤタガラスって効果なんだ。攻撃上げて視界も上昇させて鉄砲そうあ視界低下めっちゃ下げることができると味方の士気上げる。これはキリンか島左近のスキルを使うということを考えると島左近はこれ真ん中の方に持ってきときたい。まあこんな感じでいこうかな。でじゃあ攻めましょうこんな感じで動かしましょう。でこのままだと光秀がちょっと大変なことになる。で射撃はさせてあげていいでしょう。向きを変えるだけで通るんで。あ普通に取られた普通に陣取られた厄介すぎる。でどう安政を攻めさせるか。で軍出そう。こんなもんかな。明智光秀が守れきれなかったっていうのはちょっと予想外だな。で岡部さんこうしとこうかな。よし鉄砲水2部隊引っかかったね。よしよしよし。そして鉄砲水1部隊かちょっと弱いなその鉄砲水。で太鼓持ち太鼓持ちは太鼓持ちはどうなんだこれ。で、少し守りきりながら戦いたいと思ってるんですがここはキリンにしとこう。修羅となりて敵を焼き尽くす速度と攻撃力アップ。まあ先方ゲージが上がるのがちょっと辛いけど月始めるぞこんなもんかな。でどう島左近隊到着したね。そして鉄砲水あー2部隊微妙だな。ただよし兵数はだいぶこれで減らせたんであとはこれ軍はね川のところで待機させますよ。これもちろん深追いはしないというわけだね。深追いはしない深追いすることほどいいことはない。いいことはない悪いことしかない。でああいいね鉄砲隊鉄砲引っかかってんな。直江兼続は絶対にやらないといけない。でどうだよし一部隊返そう。で榊原康政を攻めさせよう。こんなもんかな。強撃入ってるね悪くない。でどうあー結構ダメージがでかい。よし覚悟はいいですか。で追わなくていい川のところで待機してくれ。追わなくていいぞ追うんじゃない。よし攻撃入ってる。そうくるんだとしたら
氏真公一回引かせてみる。引かせてもいいのかな、引かせようか。挑発入れられた時に怖いんで。嶋佐魂完全に射線切ってるじゃないですか。嶋佐魂こうさせよう、動かして、やりたい前よいしょ。でこれで光秀の射線を切らないでほしいね。始めるぞ。容赦はしません。で強襲、急襲か。よいしょ。じゃあみたここで攻めよう。どうだ、嶋佐魂隊でどうにかならんかな。で麒麟、麒麟寺でもう一回攻撃力を上げよう。少しでもね有利に立ち回らないと本当に一時の気の緩みで全部台無しになっちゃうんで、それだけは避けなければならない。で斎藤智でも攻撃できそうだな今。采配打ってもよかったけど、まあ麒麟の方が強いでしょこれ、圧倒的に。でどうだ、これは金継ぎに射線攻撃させた方が強そう。でよし、いいぞ、強撃入ったね、綺麗にいった。よしよしよし、悪くない悪くない。でどうだい、みんなそこに行ってるんだとしたらこれは射撃させた方が強い。でこっち射撃させてみるか。こんな感じでちょっと射撃で嫌がらせをしながら撃つべきだろう。80いくつ、よし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 、いいね。再び来たようだが、お前らはもう射撃の餌食だ。よいしょ、これでいいでしょう。で捨てがまり発動してるようだが関係のない話だ。でここはキリンジで火力上げた方がいいね。よいしょ。でこれはね800、まあ大丈夫、榊原隊をちょっと抜そう。こんなところかな。で多分強撃が入ると思うんだよね金継ぐに。よいしょ。で光秀は鉄砲撃ってんだよね。じゃこれ正面から突っ込ませるか。これでどうにかなるかな。そして奈落、厄介だね。ただ命令負荷かかったのは一部隊なんで左近がやるでしょう、この壊滅隊を。よし、いいぞ、捨てがまり、まあ、強いけど問題ないぞ、削り切ってくれ。でこの200人ちょっと攻撃させよう集中的に。よし、じゃあ500人の部隊は北方の援軍だ、援軍だ。で麒麟かな、ここは麒麟速度アップが入るんで、これ強いんだよねめちゃくちゃ。本当に光秀が優秀すぎる。これ先方ゲージ呼んで撃てるっていうのがやばいよな。てか捨てがまりが能力が強いな。よし、壊滅、やりたい前。じゃあ放置してやろう。奈落、2部隊引っかかったか、つらいな。やりたい前。かかれ。よいしょ。で始めるぞ、とりあえずどんどん行こう。まだまだ行くぜ、始めるぞ。でここは明智さんの麒麟寺をもう一回発動じゃ。でこれさ、直江多分上杉軍をここで綺麗に壊滅させるともう軍出てこれなくなると思うんで、ここは一気に、うわ直江城だ、だこれ挑発なんだよね。あ、防御力下げられるんだ、その挑発強っ、強すぎないですかね。明智光秀がでも普通に挑発、そっか、あー一部隊残っちゃったな、残念。ある意味効果のあった直江城だったね。まあでも8部隊やれたんで、いやもうほとんどやったね、完璧だわ、ほぼ全滅ってかもう全滅だね。1人しか残ってなかったんで軍も。おで1人投与できる、まあ優秀じゃないからあれなんだけど、投与できたことは嬉しいね。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。
そのまま左側のおすすめ動画、ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。